ける人を発せの山下ろしよ、激しかれとは祈らぬものを。あなたは楽観的すぎるのよ。そんなうまくいくわけがないじゃない。あなたこそ常識にとらわれすぎよ。敵は魔王なの。常識的に言ってもダメなの。魔王だからこそ軍略が問われるんでしょ。それを何、安土についたら祈祷する。祈れば見えてくることだってあるのよ。そして見えたなら即襲撃、これが最善だ。今川はそれでうまくいったかもしれないけれどね。それはこの人に言ってちょうだい。この二人はいつもこうなのか。だとしても大人げないの。
もってのほかです。道は左側を静かに歩く。なぜこれほど簡単な規則が守れないのでしょう。嘆かわしいことです。民たちの気の緩みをもっと正してやらなければ。その人を解き放っておあげなさい。こんな些細なことで捕らえるなんて天がお許しにならないわ。何ですか、挨拶もなくいきなり。抜け駆けしないでちょうだい剣心。こんな非道を目にしてのんびりなどしていられないわ。非道？それは私のことを言っているのですか。他に誰がいるのよ。私は何も間違ったことはしていません。領民に規則正しい生活をさせるのも領主の役目です。上から下まで正しき法に従ってこそ健全な美しき国となるのです。これ以上の善政があるでしょうか。もちろん私自身も規則を遵守し精進しています。それにしたって限度があるわ。法も規則も領民の幸福のためにこそあるものよ。その領民たちを規則でがんじがらめに縛って不幸にするなど本末転倒だわ。たまにはいいこと言うじゃない。あなたもね。お黙りなさい。領主たる私に一般庶民が小言など規則違反も甚だしいですよ。ああ、この人たち庶民じゃねえよ。会議に越後に美濃のご領主様ご一行だから。だとしてもこれが我が浅井領のやり方。口を挟まないでもらいましょう。今回のあなた方の非礼は厳重注意とします。二度目で罰金、三度目は処刑ですから。私の領内では必ず規則に従ってください。では見回りを続けますので。失礼。この場でそうはさせません。逃げるのか。敵に背を見せはいたしません。ですが私と戦いたいなら規則に従ってください。まずは配下の兵から順に倒し、城の奥深くで待つ大将のもとへたどり着く。それこそ正しい戦いというものでしょう。いいでしょう。少し尺だけれど長政の手に乗ってあげようじゃない。一番やりはこの雪村にお任せを。おいらもいるぜ。あいつを潰せばいいの？本当ね。裏切りを重ね
ところまで踏みにじられて、結局人なんて信じられるのはただ神仏のみ。怪を追放したあの日、あの人もこんなお気持ちだったのかしら。私はなんということ。みんな大げさね。単純なことじゃない。道山はもう用なしってこと。それだけよ。な、姫！私の天下が近づいたわ。